長大橋に入ります。久しぶり。おー、綺麗や。今夜はこの RV パークに泊まります。電源ありサイトは2つで、こちらの方のサイトに泊まります。こちらは水道もあります。メールで暗証番号が来るので、ここの鍵のところの番号を合わすと、これが開いて中からゴミ箱の鍵と蛇口の鍵が出てきました。電源コンセントも一緒で、こちらの鍵の暗証番号がメールで届くので、これを合わすとここの鍵が出てきました。これで今夜は安心です。こんな感じ。アスト・ミタラ・ムロラン道の駅。向こうの建物が温泉、日帰り温泉のユララ。ここも何回も来てます。昨日は旭川のチョイスで、今日は室蘭のチョイス回転寿司。悩んでます。ママさん悩んでます。いつも一緒になっちゃうね。ありがとう。すいません、オニオンマヨサーモン一つ。はい、アナゴ。粒どう？うまっ。昨日と。茶碗蒸し、うまそうや。美味しそう。いただきます。北海道の茶碗蒸しは銀杏じゃなくて栗が入ってます。ちょっと甘めです。これが私は大好きなんです。プリプリのホタテ。うまかったな。めちゃくちゃうまかった。大満足や。もう本当だよね。なんでこんな違うんだろうね。普通の回転寿司なんだけど、やっぱり美味しいね。全然違う。ここは RV パークの隣にある室蘭温泉ゆらら。もう25年ぐらい前から室蘭に来たらここに来てます。あそこが RV パーク。徒歩1分2分かな。あー懐かし
鍵持っとるやろ。あー気持ちよかった。ここね。え、乾杯。焼き鳥やけど豚やろ。そうやろ。めっちゃうめえよ。食べてみ、めっちゃうめえ。居酒屋行って、またそこでも酔っ払いライブやったとかで俺が一人で、店出て一人でフラフラしてるとこ。お疲れ、お疲れ。右から左にバイクは移動したんだよ。でっかい、でっかい、2つね、もうあるよ。結構なんか、持ってるよ、なんかそんなのかなんか、はい、もう全部トラック。あ、そうなの。ちょっと待って、これどっちカメラ向けてね。こっち。わ。朝です。今日最終日で夜のフェリーに乗って帰ります。室蘭とも今日でお別れです。カレーラーメン食べれるようになってから、カレーラーメンしか食べないから小さい頃だけだよね、味噌とか食べとったの。ろうそく岩、あそこに見えるのがろうそく岩。ドローンを飛ばそうと思ったんですが、前回飛ばした時にあの上空にいるあの鳥たちに襲撃されたんで、ドローンはやめます。モローラの鳥はあんまり好きじゃないです。すごいです。鳥の数が半端ない。ダメや。うん。ここは一度もドローンが飛ばせない場所や。
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.